大虫神社は、京都府与佐郡与佐野町温港に鎮座する神社。式内社で、社格は、旧富者。鎮座地は、野田川の中流域で茅谷,谷と称される地の、東方大地上、大鉱山連邦の西山諸に位置する。茅谷には、国の史跡に指定されている、恵比寿山古墳や佐山古墳などの古墳や遺跡が、密集し、古代丹後地方における、 最先進地帯であったとみられている。かつては、恩号技、小森屋の小虫神社とともに大鉱山中腹の地形勢という地に鎮座し、虫宮と呼ばれていた。王石、大名口の命が、沼川姫と当地に居住している時土木という悪気が現れ、その毒気に当てられた姫が病気にかかる大名口の命が嘆いていると、小虫神社の祭神である。 照明彦命が発色の息を吐きかけて土木を追い出して、姫は回復したが、今度はその息のために人や動植物が虫病に苦しむようになったため、照明彦命は小虫と名乗って、それぞれの体内から外源である悪虫を除くことを、大ナム虫の命は、大虫を名乗って体外から病を治すことを誓い合い、鏡を2面作ってそれぞれ分け持ったことから、大虫。 小虫の神として崇められるようになったという。また、陽明天皇の第三王子マロコ神皇が大鉱山にいた土雲という鬼族を征伐するに際して、自ら刻んだ心臓を収めて立願したという伝説があり、他に奥慶王と桶王が即位前に潜伏したとも伝えられている。国史上では、文徳天皇実録十四下に寄せられた記事があり、演式神明帳では、 小虫神社と共に、名神大社に弟子、現存する丹後国神明朝には、小一くらい、大虫明神と記されている。昭和元年には1七丁二百三十六歩の神田を有していたようで、現在も、恩合地区に、極殿や、東明殿、油殿などの障子名が残されている。その後、室町時代初期に、地形から現在地へ遷座したというが、 戦座の事情や経緯は不明である。現社地が属す、恩号は和名省に見える与佐群越、明郷の異称地とされ、北接する赤市にかけての一帯に、恵比寿山古墳に代表される大古墳や弥生から古墳時代前期にわたる住居跡が集中することから、古代丹後地方において最も開発の進んだ地帯であったと思われ、また、丹波国から丹後の国府へ至る感動が通い、 自中本からは大鉱山連峰を越えて、揺ら川筋へ連絡する枝道が分かるなど、古代交通上の要衝でもあった。なお文化7年間の、丹後旧時期巻の旧には、原社地、虫本のあざ名は、天武天皇の白宝14年に巡殺士として、派遣された石川虫名が、自分の名前にちなんで名付けたとの説を掲げている。朝廷や貴族、武士に至るまで数形を集め、 近世までは、あちの号号十六家村の珍珠とあがめられ、かつては、後野のあざじ蔵堂に一の鳥居があったといい、明治までその踏み石が存在したが、それも明治二十年頃に取り除かれた。明治六年二月に、豊岡県の村社に指定され、同十年四月に、社元再建中の失火により、社伝や、上述のまろ古神の法能と伝える神像、心臓。 経代者に至るまで全勝したため、同14年4月に再建するとともに8月には、孫社八甲神社と無角社床浦神社を合し、同41年に、新鮮平白霊とも新社の指定を受け、大正7年10月24日に府社に昇格した。戦後は、神社本庁に参加している。縁技式神明町の八の郷神社、丹後国神明町の12位。 ケツアキラ明神に否定され、明治16年朝、与佐軍神社名祭朝には、明治14年に合祀されるまでは、恩ア阿ャユの谷に鎮座していたと記すが、合祀先の大虫神社の原社地が、本来の鎮座地であった可能性も含め、大虫、阿智光両式内社の原鎮座地や、両者の関係に関して、さらなる検討が必要とする説も出されている。 祭人は衝動命とされ、特選神明帳に霊祭日9月28日とある。なお、丹後旧時期牧の旧には、アマテラスを大神宮を祀るとともに、犬鏡大名人を廃止すると時、宮津氏を引用してマロコ神皇が直命を受けて、丹後国竹野の綾やかし族を正当するに際し、名教をいただいた白犬が神皇を共同したので、その白犬の霊を、犬、また、 犬鏡大王神はマロコ神皇が当地の鬼族を退治する際に鬼の姿が見えないので神仏に記念すると鏡を頭につけた犬が来てその鏡であたりを照らしそのために鬼の姿も現れて退治することができたため神皇がその犬と鏡を地形生に祀ったもので後に大虫神社へ合祀されたとの伝えもある明治16年朝 よさ郡神社名じ長によると合祀されるまでは、自由かうらに鎮座していた。祭神については、御縁えむらに玄介という力自慢の農夫がおり、ゆかうらの谷でおろちを退治したが、そのおろちは、谷の主であってその後玄介にたたりをなしたので、自らの所業を食いた玄介が、ゆかうら明神として祀るようになり、以降農産物や村を守護する神として、信仰されたという伝えがある。 宇治国一期は、御郷の虫盆、奥手、湯の谷の山地区で、祭礼は、小虫神社と合同で行われ、神楽と立ち振りが奉納される。奉納は、江戸時代後半からというが、その由来は伝わっていない。現在の礼祭日は4月最終日曜日で、茅谷谷の諸神社と共に、茅谷谷祭りを構成する。なお、特選神明には祭日を10月30日としているが、 その後4月21日に変更され、さらに明治22年頃から茅谷谷の諸神社がすべて、天馬神社の天神祭りに合わせて4月24.25日に統一固定し、平成13年から現行日に変わったものである。土曜日は、宵宮で早朝から、大虫、小虫両上社の宇治国域の前後へ、神楽と立ち振りが、役よけの門付けに訪れ、 夕刻と翌日曜日の本祭に当神社と小虫神社へ順次奉納される。その際、宵宮で先に当神社で奉納されれば、本祭では小虫神社から奉納し、翌年には、宵宮で小虫神社から、本祭で当神社からと毎年順序が交代する、決まりである。また、かつては当神社うじこと、小虫神社うじことで各年交代で奉仕していたが、昭和47年に、 恩号たち神楽保存会が結成され、以後合同で行っている。神楽は、いわゆる獅子舞で、伊勢神楽の系統に属す。剣、鈴、怒りの三演目があり、剣は、剣を、鈴は、鈴と御てぐらを取り物とする。獅子役と天狗役からなり、剣弟子が待っているところへ天狗が現れ、獅子の真似をしてからこう。鈴では、 天狗がガチャガチャと呼ぶ木製の楽器を獅子の耳元で鳴らす。最後に天狗のからかいに獅子が起こって激しく舞う怒りとなる。戦前は青年組が行っていたが、戦後は小学3年生から中学3年生までの男子児童が行っている。技法は1番から5番までの5段階があり、1番は立ちを振るのみ、2番で跳躍が加わり、3番で立ちを 片手持ちにし、4番で、跳躍の難易度が増し、5番でさらに増すと、難易度が異なるため、3番までは、全員が参加するが4.5番になると高学年の上達者のみとなる。また、奉納の場所や目的によって、本ぶり、道ぶり、段ぶりと3種に分かれ、本ぶりは、括弧への角付けと、両神社社等で、道ぶりは、神社の参道参神寺に、段ぶりは、 山道の石段を登る時に演じられる。振り手は、呪盤、最着庫にたすきをかけ、頭に白鉢巻きを巻き沿りを履く。なお、立はかつては真剣であったために怪我が絶えず、参加者は、稽古に励むとともに、奉納時には塩水を飲んでみよう、清めたという。宵い宮における門付けは気中を除く善古が対象で、神楽は、かまど清めと称し、獅子役が鈴を鳴らしながら、 見てぐらを振るだけの、ガラガラという簡単なものであるが、新築や出産などの刑事のある家では三種の舞を舞うなど、念入りに行われる。なお、少子化に伴い、平成26年度より二日間に分けて回っている。両神社拝殿において、まず神楽の清め、ガラガラがあり、直後に、立ち振りの、道振り、段振り、ついで三種のかぐが、仕方舞と少し、 東西南北各方位でそれぞれ回れる。最後に立ち振りの本振りで終了する。午前9時に始まり、宵宮の儀式に同じが、段振り開始と同時に本殿祭を採用。三種の神楽終了と同時に本殿祭も終わり三列者は車は、社頭で本振りを拝刊する。若宮神社、玄光稲荷神社本殿は、明治14年の再建、桁行き三県、 はり二軒の霧妻作り平来り、銅板武器で、ちぎ、かつおぎを飾る。拝殿は桁行三軒、はり二軒入りもや作り平来り、瓦原武器とする。よさの長指定そのたみ指定であるが、五十頭の隣に、文明五年の国名のある、宝鏡院頭が立ち、新造は、文政九年制作の座像で造高四十七センチメートル、江戸時代の新造彫刻の一端を知らしめるものである。 ありがとうございます。